どうも、長嶋達也です。昨日配信したショパンのメロディーと歌の動画のコメント欄で、ある視聴者の方が、ショパンが歌をいつも考えて作曲して、ショパンが考えたように私たちも呼吸とか歌のことを考えながら、解釈しなきゃいけないというのはよくわかった。でも、もし曲がレントだったら、歌のことを考えると、呼吸とかの問題も大変になるので、それは良くないことになっちゃうんですかっていう質問がありました。すごいいい質問だなと思って、そこでタイプして答えるよりも、ちょっとした動画を作って、皆さんにもシェアしたいなと思って、今動画を作ってます。で、その答えなんですけれども、そう、ショパンは本当にもう歌の、その楽器としての歌、音とかね、全てがすごく好きで、ピアノよりもそれが正しい音だっていうぐらいだったんです。でもね、じゃあなんで本当にそう思ってるならそう思ってたんだけど、じゃあなぜショパンはシューベルトのように、うん百曲もの、歌曲を書かなかったんでしょう。ね、19曲ですよ。それもちっちゃな、歌曲、彼が書いたのは。で、その人生のほとんどをピアノ曲に費やした。なぜでしょう。なぜなら、彼の感情とは裏腹に、彼の才能はピアノに向かってたんです。彼の才能はピアノに最適な才能だったんです。で、彼が書いたピアノの上での歌のようなラインは、曲によっては歌が歌ってもすごく綺麗になる曲もたくさんあります。だけど、そのほとんどの曲がずっと長いラインを見ていくと、一部一部では綺麗に歌えても、ピアノっていう楽器をよく知り尽くしてて、ピアノっていう楽器の可能性を最大限に使う作曲家だったんで、歌ではちょっとついていけないところが出ちゃう。例えば、その小さめの、なんていうの、音符でいっぱい書く音、上に行ったり下に行ったり、ジャンプをめちゃくちゃしちゃったり、それを歌で歌うと、とっても聞こえがピアノほど良くなくなっちゃう。それってすごいことだと思いませんか？歌とかバイオリンのが、本質的に、すごい言いたくないけど、音楽家だって、音楽的な楽器ですよね。それなのに、ショパンの作品では、ピアノで弾いた方が音楽的に聞こえるように書かれてるんです。だからショパンのノクターン、あんまり他の楽器で弾かれませんよね。ショパンのノクターンの1番がバイオリンで弾かれたり、歌で歌われたりするのたまにあるけど、それでもそんなにポピュラーじゃないですよね。なんでですか？ピアノの時の方が全然音がいいんですよ。それがまず一つ、僕たちが覚えてなきゃいけないこと。ショパンは確かに歌を創造した。確かに歌に影響を受けたけど、書いてるのは、ピアノっていう楽器のためのもの。ピアノが生きてくるように書かれてるんです。素晴らしいことです。もう一つ、レント。確かに厄介ですよね。歌の人がゆっくり歌ってたら、ちなみに僕のあの動画の中の、華麗なる変奏曲の、シドラレファラファ、あそこもレントって書かれてるんですよね。だけど、まずそのレントから説明しましょう。そのレントは、確かそう、8分の6だよね。シドラレファラ、こういうレントじゃないんです。あそこのレントは、普天四分音符のレントなんです。ティラララララ2三1二三1二、こういうレントなんです。だからティラーでやったら間違い。ティララララ2三タン、ティリラ、こういうレントです。まずそれが一つ。ショパンがレントって書いたら、そのレントは
大きなグルーピングのレントなのか、それとも一つ一つの刻みのレントなのか、それをショパンは書いてあるんで、そこを見てください。もう一つ、そこの他に言葉がないか、ヒントがないか、ショパンとかベートーベンとか誰でも僕たちにちょっとした、メッセージを残してるんですよ。このメロディー、シードラレファラのとこには、確かコンアニマとかなんか書いてあったと思います。アニメイテッド、なんて言うんだっけ、日本語で。キャラクターをつけて、キャラクターをつけてじゃ日本語じゃ変ですね。コンアニマ、日本語で何て言うか分かりませんどうしよう、調べてみます。この動画を編集するときには書きます。でもコンアニマって書いてあるんで、レントでありながらコンアニマだから、ティーランタラララはますます合わなくなっちゃう。まずそういうヒントも合わせなきゃいけない。じゃあ本題に戻りましょう。レントが歌では良くない、ピアノは無理なのか。レントの歌曲っていっぱいあります。それをうまーく呼吸を、歌の人って呼吸を音楽的にしたいところとできないから、なんかバレないような感じで呼吸するところもあります。それも考慮してレントってのは全然可能です。っていうか、よく考えてください。歌の人じゃ呼吸がって心配する前にピアノの心配をした方がいいんですよ。歌の人はラーっていうことができるけど、僕たちにはできないんですよ。ラって弾いたらあとは音は消えていくだけなんです。だからレントが一番やばいのは僕たちなんです。だけど僕たちには味方がいるんです。メロディーがここだったらこいつです。こいつがまるでこの人がクレッシェンドをしているように聞かせることもできる。もう一人、ペダル。ペダルの使い方によってこういうピアノの元々の本質を隠すことができるんです。ということで僕の答えは、レントは全然レントです。左手で、その弱い弱点を賄うことができる。賄うって言うんだっけ？カバーすることができる。で、ペダルでカバーすることができる。それが答えです。編集に使うために、コンアニマ、日本語で何て言うか調べてみました。で、さらに、ちょっと困ったことになってしまったので、この動画に追加として足します。生き生きてって書いてありました。コンアニマっていうのは生き生きだよって。僕違うと思うんですけど、よくね、英語で、lost in translation っていうのは、通訳した時に、その本当の意味が、少しずつとか逃げてっちゃう、なくなっちゃうみたいな、本質が、訳のせい、通訳とか和訳のせいで逃げてっちゃうみたいな、そういうなくなっちゃうっていう言葉があるんです。まさにそれだと思う。確かにこのアニマで生き生きとっていうのはありえると思います。でもね、もっとなんていうのかな、キャラクターだから、自分、キャラクターってね、英語で直訳すると、日本語に直訳すると自身の性格みたいな感じなんですよ。要するに自分を注入するって意味がある。だからそれが例えば自分の心を注入することだったり、自分のワクワク感を注入する、とにかくもっと中のレベルでの自分を注入するっていうのがこのアニマなんです。だから生き生きとっていうのはその中に入ってるのは確かだと思います。その曲想によってはね。だけどすごく綺麗なときにこのアニマでティーラ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 ーは絶対にないし、その役は残念です皆様、このアニマって書いたら生き生きとって必ず思わないでください。自分のその心が注入されるとか、自分のキャラクターが注入されるっていうふうに思ってください。以上です。どうも。